先話まで子供たち小学校3年生ぐらいまで学校に送ってくれるっていうのはね、これは3つありまして、まず集団登校がないシービルができまして、今この建物で喧嘩になってます。市が取りたい、州政府も取りたいね。マドリッドのシンボル的な、ね、お城みたいな。
何があったかと言いますと、国際見本市でございます。あそこに寄りかかって落ちたら落ちた人の責任。